少し前ですが、YouTuber が大人数で飲み会して文集された記事についてどう思いましたか？一言で言うとしたら、もうありえねえと思いました。まあ絶対なしでしょう。逆によくやったなと思いました。すごくないですか？規模もそうかもしんないし、時間帯もそうだし、結局路上で散々あの光景というか、タクシー待ちの時間とかでいろいろ写真が出たわけじゃないですか。いや、すげえなと思いましたね。逆によくできたなと思いました。今ちょっとコメントでもなんか、誘われてうっかりっていうことかなみたいとか書かれてるじゃないですか。多分私もそうだし、今カメラ回してるミックスもそうだと思うし、別にインフルエンサーだろうがなかろうがだと思いますけど、誘われていざ行ったらそういう大宴会があったら、私だったらおめでとうの一言だけ言って帰ると思いますよ。もちろん飲食の友達とか諸々見ると逆に行ってあげたいとかすげえ思いますよ。だから本当に難しいバランス、誰を向いてどう振る舞ったらいいのかっていうのが、コロナの場合はもう一つの敵じゃないから、みんながみんなそれぞれの生きるための努力というか苦労がある中でのどう立ち振る舞って、どうバランスを取って、家族をどう守ってとか、職場のメンバーをどう守ってとか、大変ですよ。でそんな中やっぱギリギリのところでみんな生きてると思うので、あの宴会はあかんと思います。はい。